政府の重い腰も、ようやく、少しだけ上がり、敵基地攻撃能力の保有と、戦闘機での敵基地攻撃について、閣議決定されています。今回は、日本のミサイル防衛システムを詳しく見ていきます。南西諸島の島民の間では、危機感が以前と比べて増しています。なぜ、沖縄県知事とメディアはわからないのでしょうか。中国の記事をなぜ書かないのか、ようやく県民も気づきました。2022年は、年頭より、北朝鮮によるかつてないペース、間隔での弾道ミサイル、巡航ミサイルの発射の多発で始まった感が強かったが、この行動には、日本のミサイル防衛は機能するのかという、根源的な命題を突きつけたとも言えるだろう。もとより、日本のミサイル防衛は、核弾頭を、搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されてきたが、発射時より、弓なりの軌道を描いて飛翔し、着弾地点の予測が、比較的に容易なそれらに対処する仕様となっている。そのため、近年北朝鮮が打ち出している、変則的な軌道を可能とした弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して、目標に向かう巡航ミサイルの出現は、この日本のミサイル防衛の根幹を揺るがす大問題であることは、間違いない。しかし、日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在であり、それらが備える戦力を考慮した場合、北朝鮮が、現実にミサイルを用いた、先制攻撃を行う可能性は、低く保たれている。これは、北朝鮮が、仮に先制攻撃を行ったとしても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有する、ミサイル戦力の反撃によって、自国が被る損害の方が、圧倒的に上回ることを理解しているからであり、報復的な抑止力が機能しているゆえだ。同様に、韓国以上に、周囲に敵の多いイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる、ミサイルのみならず、もっと小型で簡易なロケット砲すら迎撃する、防空網を構築しており、高い有用性を、これまでのところ発揮している。ただし、イスラエルのアイアンドームといえども、敵のミサイルロケット弾を迎撃するには、その目標1件に対して、2発の発射を行う必要があり、究極的な飽和攻撃を仕掛けられてしまえば、完全な防御が可能とまでは言い切れない。台湾もこれと似た状況であり、圧倒的に優勢な中国軍に対し、対照戦での対峙は困難だと考え、多数の地対空ミサイルを配備して、中国軍の航空機の接近を阻止する戦術をとり、これによって、防空網を構築しているとみなせる。日本では、近年、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局や、その背後に控える中国海軍の艦艇の同海域への接近阻止を機として、2019年3月に、奄美大島、2020年3月に、宮古島への、1-2式地対艦誘導弾の配備を行っている。1-2式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が、2016年より、導入を開始した兵器であり、第二次世界大戦以後の冷戦期には、日本が国土に侵攻される可能性があるとすれば、これは、旧ソ連による、北海道だとする考えから、対象を移したものでもある。故に、1991年の旧ソ連の崩壊から、8年後の1999年、南西諸島方面の防衛を鑑みて、熊本県の県軍駐屯地において、西部方面隊令下の部隊として、第5地対艦ミサイル連隊が編成され、同部隊に、1-2式地対艦誘導弾の優先的な配備が行われてきた。1-2式地対艦誘導弾は、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器であり、陸上自衛隊では SSM-1、改めと、呼称されており、
最大射程距離は、推定値だが、約 200km 弱と、今となっては長射程と言えるほどではない。このため、一蓋式地対艦誘導弾は、2017年以後には、さらなる超射程化が進められていたが、2020年12月18日には、当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備の一翼を担うこととなった。ここでは、新ミサイル防衛システムの整備と、スタンドオフ防衛能力の強化の2点が明示されており、一蓋式地対艦誘導弾は、このうちの後者に該当し、南西諸島等の島嶼部への敵艦艇の接近阻止を目的としている。具体的には、前述のように、現状約200キロ弱と思われる人に、敷地対艦誘導弾の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から、攻撃が可能な形に延伸するものでまず約900キロートル、最終的には約1500キロメートルを目指すものと召されている。また、現在の重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦仕様、艦艇への搭載による艦対艦仕様等。運用するプラットフォームの多層化が掲げられており、それらを、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型と定義した。ちなみに、前者の新ミサイル防衛システムの整備とは、ブースターの落下位置の担保がでかつ導入が撤回されたミサイル防衛システム、イージス・アショアの代替策のことであり、これに特化したイージスシステム搭載艦艇2隻の建造を指している。ただし、個人的には、この新ミサイル防衛システムの整備は、冒頭でも述べたように、従来通りの着弾地点の予測が比較的に容易な弓なりの軌道を描いて飛翔する弾道ミサイルに対処することを意味しており、今後の形骸化が懸念点に思える。全く無意味だとまでは言い切れないが、現在、すでに中国やロシアが配備を進めてきている極超音速兵器を前にしては、これらを確実に迎撃できる可能性は、極めて低下している感は否めず、かなり不確実なものにならないのかが、非常に心配だ。太平洋戦争の敗戦によって、憲法上の建前としては、軍隊の保有すら禁じている、日本にとって、相手国からの弾道ミサイルに対抗する方法として、その迎撃に特化した、防空網の中心に、これを強化することは、専守防衛の理念にも合致していた。つまり、それは、あくまでも防御的な兵器であるから、日本がそれに類する兵器を開発、保有することに問題はないと、政治的にも定義してきたわけだが、現状では、これを迎撃することによって、無効化しようという、方策は困難になってきている。すでに、この段階に差し掛かった時点で、であれば、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか、現実的な対応策はなく、一蓋式地対艦誘導弾をベースとする能力向上型は、それに準拠した兵器となり得る。現行の一蓋式地対艦誘導弾は、中途段階で、管制誘導や GPS 誘導を行い、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式で誘導を行うが、中途段階の誘導方式を鑑みれば、物理的には限定的ではあるが、対地攻撃への転用も可能だと思われる。この点は、日本が、専守防衛を国是として掲げているために、正面を切っての議論は、避けられているようにも見えるが、敵からの攻撃を思いとどまらせる抑止力としては、これを再定義する議論を棚上げしたままでは、さすがにまずかろう。日本が、対地攻撃能力を有する兵器を保有することは、敵基地攻撃能力にあたると、マスコミ等でも指摘され、
おおむね、推進派は、敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だと言い、反対派は、攻撃的兵器は、日本は保有すべきではないと言っている。しかし、推進派の敵ミサイル等を事前に破壊するために必要だという理屈も、敵ミサイルの発射用のプラットフォームが多層化されている現在では実現することは、甚だ困難であり、先制攻撃された後の反撃に必要だと唱える方が現実的ではないだろうか。すでに、中国は、アメリカと旧ソ連、現ロシアが、2019年まで締結していた INF、中距離核戦力全廃条約の陰で、自国は、それに拘束されないことを逆手にとって、同条約で禁じられていた、500〜500km の射程を持つ、地上発射型ミサイルを多数配備している。2022年に入り、日英での軍事共同開発は加速しています。過去日英同盟時は、世界でも、最強の軍隊を、西と東で分けていました。今回は、現在に至る日英共同開発同盟を、過去を振り返りながら、詳しく見ていきます。日本も、F3 開発、イギリスも、テンペスト計画など次世代戦闘機への開発が加速しています。中国やロシアの戦闘機はどこへ向かうのでしょうか。現在はミサイル攻撃へと世界がシフトしつつある中、戦闘機がどれだけの防衛力を担うのかも大切になりますね。最新鋭ステルス戦闘機で極秘偵察任務など多岐にわたる戦闘機が早く完成することを願っています。防衛協力に関して、現在、日本政府と準同盟国と位置付されるイギリスが緊密な協力へと変化している。2020年9月30日に発表された2021年度防衛予算の概算要求の中でも日英関係の進化しているのが手に取るようにわかる。はじめに日英共同研究の空対空ミサイルの試作費に12億円が計上されたこと。2021年度の継続事業として防衛省は戦闘機用の新たな中距離空対空ミサイルAAM に関連する日英共同研究費用に12億円を充てると予算要求を行った。要求した予算の内容については、新型ミサイルの研究用試作品を作るための費用と防衛省は説明した。この新型ミサイルというのは、英語では、JNAM、ジョイント、ニュー、エアートゥエア、ミサイルと呼ばれる。日本語に直訳すれば、共同による新たな空対空ミサイルだが、自衛隊内では JNAM と呼称している。日本とイギリスが共同研究を進める戦闘機用の新たな空対空ミサイルの想定図では、この日英共同研究、JNAM プロジェクトは、日本政府が
2014年4月に閣議決定した防衛装備品の輸出や国際共同開発に関する新たな原則と呼ばれる防衛装備移転三原則に基づいて進められている。閣議決定が施行された2014年7月、日本政府は国家安全保障会議 NSC の閣僚会合を開き、迎撃ミサイルペトリオットに PAC2の部品をアメリカへ輸出させるとともに、F-35 戦闘機搭載のミサイル技術の提供をめぐる日英共同研究の認可が下りた。日本の武器輸出や関連技術の海外移転を原則として禁じてきた長年の禁輸政策から一転し、防衛装備移転三原則の下で初めてとなる二つの事例を決行することになる。現時点においても、未だこの2事例しか承認されていないが、これからは少しずつ増えていくことも予想される。対空ミサイル、自衛ナムは、2018年度から、すでに、研究施策の段階に入っている。研究については、2022年度には終了する見込みだと言われている。研究所内で行った試験を踏まえて、現行の、自衛ナムをめぐる、日英共同研究プロジェクトは、2023年度に完了するという見積もりである。日本とイギリスの両国は、その後、ミサイルの性能評価などを実施し、量産の可否についても判断するとみられる。自衛ナムは、M、B、D、A 社が、主契約企業となった、アクティブレーダー誘導の視海外射程空対空ミサイル、ブブラーム、ミーティアに、三菱電機の、シーカーと呼ばれるレーダーを組み合わせてできている。この小型で、高性能の電波シーカー技術は、三菱電機が、99式空対空誘導弾、AAM-4B、向けに開発したものである。戦闘機用空対空ミサイルの日英共同研究で開発されたミーティアは、イギリスを中心に、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンの6カ国によって生み出されたものだ。日本もイギリスも、自衛、ラムを F-35 戦闘機に搭載することが見込まれている。日英共同研究に41億円投資した高機能レーダー技術を侮ってはいけない。日本とイギリスの防衛協力は、自衛ラムだけではないということをご存知だろうか。2021年度からは、戦闘機用の高機能レーダー技術についての日英共同研究を新規事業として開始する方針になっている。防衛省が、このために、研究費用として、41億円の予算を要求したことに関しては、何の言及もない。日英共同研究中の高機能レーダー技術について、防衛省は、概算要求の資料の中で、戦闘機等において、常時の広腹域捜索を可能とするため、将来の高機能レーダーに関わる技術と説明しているが、その将来技術に関しては計り知れないものだ。高機能レーダー技術の研究が世界中から注目されているのは、この技術研究が、概算要求資料の中で、次期戦闘機に関わる予算要求項目の一つとして記述されているからである。そんな理由から、この高機能レーダー技術が、航空自衛隊 F2 戦闘機の後継と言われている次期戦闘機と、イギリスの次期戦闘機、テンペストに用いられるのではないかとの見方が強い。このような観点から、防衛省担当者は、この技術研究は、レーダー能力の向上を見据えたもので、実際次期戦闘機に採用するかは、将来の動向を踏まえて、適切に判断すると述べた。まだ名前も決まっていない次期戦闘機については、現行の中期防衛力整備計画にも記されているが、国際協力を視野に入れて、我が国主導の開発を進めることになっている。また、防衛省は、アメリカ軍とのインターオペラビリティと呼ばれる相互運用性を重要視する一方で、イギリスとの国際協力を狙っているのだ。次期戦闘機に関わる
日英協議状況に関して、イギリス政府は、現行の主力戦闘機、ユーロファイタータイフーンの後継機として、名高い、テンペスト、2035年までに実戦配備させようと、20億ポンド、約2700億円、投じて調査研究を始動させている。この、テンペストというのは、無人機、UAV 軍との連携計画を含む、イギリスの FCAS の中核を成す機体のことである。その開発を担う、豪華なチームテンペストは、イギリス空軍、RAF の緊急能力局、RCO、BAE システムズ、航空システム担当、ロールス・ロイス、エンジン。MBDA、ミサイル、イタリアのレオナルド、センサーと通信ネットワーク、イギリスのセキュアクラウド、ICT システムなどで構成されている組織である。2020年7月20日付の英軍事週刊誌、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー、JDW の記事によると、2019年7月に、すでに、テンペスト開発で、覚書を交わしているスウェーデンは、イギリスの FCAS での協力関係を強化しているものの、テンペスト計画への全面的な参加を約束していないと公表している。その理由としては、一同国のサーブグリペン戦闘機のさらなる開発向上、イギリスとイタリア両国とともに、テンペスト計画へのフル参加。3、別の、国際開発4新たな国産戦闘機開発などの4つの選択肢を、スウェーデンが、次期戦闘機をめぐって有しているからだと、JDW の記事は指摘した。イギリスの次期戦闘機の開発スケジュールが、日本の F2 後継機と類似しており、日英の連携が、視野に入っていることが伺える。2020年10月15日には、チームテンペストを主導する BAE システムズが、2026年から2050年にかけて、都市平均2万人の雇用を確保し、同時期に、少なくとも、253億ポンド、約3兆4000億円の経済効果をイギリスにもたらすとの試算を示している。こういった経済の動きも含め、テンペスト開発計画の動向については、日本にとっても目が離せないものとなっている。日本の F2 次期戦闘機計画は、別名 F3 計画とも呼ばれているそうです。純国産を目指している F3 戦闘機と同時に配備される予定なのが AI 無人戦闘機です。今回詳細に見ていきたいと思いますが、もはや人間の手による操作は最小限に済ませる戦闘が多くなっていくのでしょう。ボタン一つで地球の裏側にいる敵を顔を見ることもなく兵士、
顔も名前も知らない人間を殺したことに痛みを感じることもないという残酷非道な戦争は現実のものとして近づいているのかもしれませんね。2021年5月、防衛省は、現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表しました。次期戦闘機は、国内企業グループで開発が進行中です。目標としては、2030年代半ばからの配備ということです。作戦、任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン、武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められているそうです。無人機については、こういったシステムとの連携は言うまでもなく、無人機自体の自律飛行性能も求められています。ちなみに、自律飛行とは、パイロットが操縦しないで、遠隔操作で監視しながら必要な時だけ操縦するということです。この操作も、敵の顔を見ることがなく行われるということでしょう。この無人機は、次期戦闘機の艦上で運用される見込みです。作戦空域付近で射出され、より危険な前線空域に展開して、搭載破破機の誘導コントロールを受けながらも自律飛行できると言われています。無人機の利点ですが、何と言っても、乗員、パイロットの人命を守れるということでしょう。それに加えて、有人機では、不可能な運動性能が発揮できますし、コックピットのスペースがいらなくなるので、そのスペース分小型化できます。なおかつ、パイロット分の重量が軽くなりますから、その分積み込む燃料も増やせます。したがって航続距離が伸びます。同時に、兵器の搭載量も増やせますね。機体のフォルムにも影響が出ます。つまり、機体の凹凸が減らせるのです。ということは、ステルス性能の向上につながっていきます。コスト的にも有人機と比べると、機体コストが大幅に減らせますし、極端なことを言えば、ミサイルのごとく、使い捨て戦闘機として活用することもできるのです。個人的には、使い捨てと言ったって、マスクやコンタクトではないのですから、巨額のコストを想像すると、簡単に使い捨ててほしくはないのですがね。防衛省での無人機開発構想は、以前からあったそうです。現在、空自がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同じく遠隔操作できる無人機の研究も進められていると聞きます。遠隔操作無人航空機といえば、前述のグローバルホークと並んで知られているのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーという機体です。バルキリーというと、一世を風靡したアニメ、超時空要塞、マクロスを思い出す方もいらっしゃるのでは？このバルキリーを開発した会社は、アメリカ軍需産業界では、無名だったクラトス社です。この機体は、AI によって、亜音速飛行と長距離飛行が、可能になった自律飛行無人機なのです。バルキリーの初飛行は2019年3月でした。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねてきましたが、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと、アメリカ空軍研究所からの発表がありました。このドローンは、小型無人航空機、アルテウス600と呼ばれているもので、
アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものということです。アメリカ空軍は2019年に自律型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しています。この計画によって組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持が可能になる。紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて侵攻を阻止できるとしています。では日本の様子を見てみましょう。防衛省は偵察機、戦闘機などあらゆる機種で無人機の運用を考えているようです。コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されていますし、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているのです。防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しました。内容は航空無人機の研究開発が中心でしたが、2019年以降に第3分類無人技術検証として遠距離見通し外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしています。その後第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくとみられています。この研究ビジョンでは無人機研究に関しては前述の他にも、近距離見通し内運用型、特殊飛行型、そして携帯型、ドローンなどが挙げられています。現在も、このビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら、無人機の研究開発が進行中と推測されるのです。一口にドローンといっても、用途によって、様々なものがあるのですね。農薬散布や、小型の荷物配達だけではないようです。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機の種類を強いて表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルのように感じます。世界各国が進めている潮流に乗り遅れないためと思われますが、日本としては F-15J 戦闘機の近代化改修計画がデッドロックに乗り上げて膠着状態となっていますから、アメリカより早く開発に成功する可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのはいわば当然のことと考えられます。パイロットの疲弊を防止できる無人機戦闘機の開発については日本だけではなく全ての国が注力していると言っても過言ではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画を発表しました。そして、国内3社に、空対空ミサイルを搭載して、敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したのです。このドローンは、有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の疲弊をさらに減らしていけるだろうと考えられています。アメリカとロシアについては、搭載可能なドローンタイプの無人機の他に、今所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットとしてチーム体制での運用も考えながら開発を進めているとも漏れ聞こえてきます。このポイントから見ると日本は遅れをとっているのではという声もあるそうです。といっても
防衛費には制限があります。無尽蔵に予算が湧いてくれば良いと思うのは日本だけではないでしょう。だからこそ、あれもこれもと限りあるお金を分散させて消費してしまっては、全部が中途半端になってしまうのではないかと不安視する声もあります。現状では、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎながら、連携する無人機開発の同時進行という一つの事業に集中するべきではないでしょうか。北京五輪が始まり、いろんな疑惑が持ち上がっていますね。やはり、独裁国家では、五輪の開催は不向きではないでしょうか。IOC も、ちょっとおかしいと最近感じられますが、やはり、対中国の防衛網強化は、急務となっています。今回は、石垣島でも、十二式誘導弾改めの導入を決定。離島防衛を詳しく見ていきますね。日本も防衛費の増強を図らないといけない状況、中国、ロシアなどに挟まれていますし、何より北朝鮮の動きが気になります。2022年も早いもので、すでに1ヶ月を経過し、2月に入ったが、相変わらず、尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の動きは活発で、この2月5日には、接続水域への40日間連続での侵入が確認されており、海上保安庁の懸命の警備が続いている。昨年2021年の累計によれば、こうした中国海警局の艦艇の活動は、尖閣周辺海域への領海侵犯が、34回で延べ、40日、接続水域への侵入は、ほぼ毎日と言える延べ、332日にも達するなど、増加の一途をたどっているのが現実だ。こうした中国海警局の艦艇の動きには、昨年2021年2月より改められた同組織を管轄するか池、違法の施行が影響を与えているものと考えられ、この中国国内法を、根拠として、従来以上の武器使用を表面的に合法化したことが大きいのだろう。改定、施行されたこの海警法によれば、海警局側が職務上必要だと認めれば、組織員の個人携行の銃器類はもちろん、艦艇に装備された重火器の使用も、これまでよりも大幅に緩和されており、実力行使に向けたハードルを低下させている。中国海警局側の恣意的な判断で武器使用が容易となったこの状況下においては、それが現在の国際社会で容認されるか否かの根本的な問題はあるものの、日本の漁船等が当該海域で操業することはより困難になったと思える。中国側の主張の是非については、それをそのまま受け入れることなど、日本にとっては
到底承知できない事態ではあるが、最悪の場合、民間の漁船に重火器による被害が生じかねない現状では、海上保安庁がこれを抑止することも致し方ないだろう。中国海警局の艦艇は、021年頃より、それまで中国海軍で運用されていたフリゲート艦が転用されるケースが散見されており、さすがに艦対艦、艦対空ミサイルといった重兵装は撤去されているものの、76mm の主砲は、そのままという艦艇もある。日本の海上保安庁でも、巡視船の数量の増加を図ってはいるが、こうした重兵装は、すでに、同組織の艦艇の対応範囲を超過しており、そうした兵装を使用するかどうかは、別問題とはいえ、何でもありの独裁国家の前には、劣勢感は否めない。そうした状況下、日本側が、安易に、海上保安庁の巡視船に変えて、海上自衛隊の水上戦闘艦を前面に出すような選択を行えば、ますます、中国の思う壺にはまりかねないとの指摘も多く、有効な対応策の模索が続いている状況だと言える。そんな中で、日本が現有する兵器とリソースにおいて注目を集めているのが、陸上自衛隊が装備している1蓋式地対艦誘導弾とその配備部隊であり、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の島嶼防衛に向けて、極めて貴重な戦力と言えそうだ。1蓋式地対艦誘導弾は、平成24年、2012年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1、改めと呼称されており、重装輪車両に地対艦誘導弾の発射塔を搭載した移動式のミサイルシステムであり、三菱重工業者が製造している。1蓋式地対艦誘導弾は、誘導弾本体の直径は約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg のサイズであり、公表されてはいないが、最大有効射程距離は、およそ 200km 弱だとめされており、88式地対艦誘導弾の後継機種にあたる。88式地対艦誘導弾は、昭和63年、1988年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 であるが、もともとは航空自衛隊の F-2 戦闘機に実装された80式空対艦誘導弾をベースに開発された兵器であり、これを陸上用に改めたものだ。1蓋式地対艦誘導弾と、その前身となった88式地対艦誘導弾ではあるが、対象とされた仮想敵国は大きく異なり、前者が中国に対する南西諸島防衛用であるのに対し、後者は旧ソ連、ロシアに対する北方防衛用として開発された経緯を持つ。これは1991年の旧ソ連崩壊まで、日本の防衛は北海道をはじめとする北方において、同国軍の接近と上陸を阻むことを主眼としていたものが、以後、急速に中国による南西諸島防衛にシフトしていったことを物語るものと言えるだろう。そのため、88式地対艦誘導弾が配備された陸上自衛隊の実戦部隊は、北海道の北千歳駐屯地、美唄駐屯地、上富良野駐屯地、そして青森県の八戸駐屯地に置かれており、旧ソ連、現ロシアの艦艇の接近を抑止する意図が明確だった。これに対して、1蓋式地対艦誘導弾は、まず、2016年に、熊本県の県軍駐屯地の第5地対艦ミサイル連隊に配備が開始され、2019年3月に、奄美大島の瀬戸内分田室地、2020年3月に、宮古島の宮古駐屯地と配備箇所が増強されている。さらに、この2022年度中には、沖縄県の石垣島にも1-2式地対艦誘導弾を装備する、
新設のミサイル中隊が配備される方針が打ち出されており、九州から沖縄へと連なる、いわゆる、第一、列島線上に、地対艦誘導弾の防衛ラインが強化されている。加えて、来年2023年には、沖縄県の勝連郡田室地にも、新たな地対艦ミサイル連隊の編成が予定されており、この編成完了後には、前述の奄美大島、瀬戸内郡田室地、宮古島、宮古駐屯地の既存部隊も、その例下となるものと見込まれている。こうした部隊配備と並行して、一二式地対艦誘導弾は、今年2022年度中には、2017年度から開始されていた改良型の開発が完了予定となっているが、この完成を待たずして、さらに、射程距離と運用形態を増やす、能力向上型の開発が内閣によって承認された。これは、中国の南西諸島方面の圧力の増加を受けて、2020年12月に決められたものであり、敵の射程距離外から攻撃を行うことを基とした、いわゆるスタンドオフミサイル構想の一環として位置づけられているということができる。射程距離の増加については、現行の一二式地対艦誘導弾の約 200km 弱から、大幅な延伸目標が提示されており、これは、報道によれば、まず 900km、次に 1500km を目指しているとも言われている。また、運用形態の多様化という部分では、現在の地対艦だけでなく、艦艇搭載型の艦対艦タイプ、航空機搭載型の空対艦タイプが想定されており、これにより、南西諸島防衛能力の多層化を推進することが期待されている。一二式地対艦誘導弾は誘導方式として、中間段階では、管制誘導並びに GPS 誘導であり、終末段階では、アクティブレーダーホーミング方式が採用されており。中間段階の方式を考慮すれば、物理的に、対地攻撃用途にも、使用は可能だと思われる。ただし、こうした側面を強調しすぎると反対派からは、やれ憲法で禁止されている攻撃的兵器だとか、敵基地攻撃能力の保有だとか、結論ありきの批判にさらされる可能性も高いためか、積極的に言及されることは少ないようだ。すでに、韓国などの一部のマスコミの記事では、日本が人に、敷地対艦誘導弾の能力向上型を開発し、航空機等に装備すれば、北朝鮮の平壌や中国の北京への攻撃能力を保有することになるとの指摘も出ており、今後も、そうした傾向は強まるだろう。弾道ミサイルや巡航ミサイルを乱射する北朝鮮や、日本に中距離ミサイルを多数向けている中国に対し、日本が、抑止力としての武装を強化するのは当然の備えだと思うのだが、そんな理屈は従来通り都合よく無視されようとしている。冬季五輪が開催中の中、中国は何も
軍事的な挑発はしてきていません。むしろロシアだけかなといったところです。今回は、宮古海峡を抜け、太平洋へと展開した遼寧を、詳しく見ていきます。驚くべきは、護衛艦出雲が単独で監視中でしたし、いつ F-35B 戦闘機がやってくるのかも、ヒヤヒヤしますよね。日本にとっては、抑止力を手にした瞬間です。そうだ、自衛パルスって知ってますか？詳しく話しますね。2021年も押し迫った12月中旬、中国海軍の一隻目にして、練習用の航空母艦、遼寧が、ジャンカイ II型、054A 型フリゲート艦2隻を随伴させて、東シナ海から太平洋に進出、これを日本側が追尾、監視する事態が発生した。中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊は、母港である、山東省の青島、港から、東シナ海を、長崎県の男女群島の西方海上方面へと、南東に進み、沖縄県の宮古海峡を抜けて、太平洋方面に至り、大きく、2カ所の海域で、演習を行った模様だ。その後演習を終えた、遼寧らの艦隊は、元来た航路を逆に航行して青島を港に戻っており、九州、沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線に対し、これを越えて太平洋に至るお決まりのルートで行動を終えたことが伺える。中国の国営の中央広播電子総台の軍事専門チャンネルの番組によれば、航空母艦、遼寧は太平洋において演習を実施したと説明しているが、この時用いられた写真の中には、海上自衛隊の艦艇がしっかりとその姿を見せていた。その写真は中国海軍艦艇の艦載機であるヘリコプターから撮影されたものとされているが、そこで捉えられていたのは海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲であり、遼寧の監視任務に直接従事していたことが明らかとなった。海上自衛隊側からも遼寧の監視のスキージャンプ式の発艦装置から、今、まさに戦闘機が離陸している瞬間の写真が公開されてはいたが、この監視に、護衛艦、出雲、が、直接、しかも単独で当たっていた、可能性までが言及されていなかった。他にも、民間の衛星画像を提供する企業の情報でも、遼寧と、出雲、極めて近い位置で並走している様子が捉えられており、期せずして、中国海軍と海上自衛隊の航空母艦に類する艦艇が直接対峙したものと言えそうだ。護衛艦、出雲は、現時点では、まだヘリコプターを艦載機として運用する艦艇ではあるものの、護艦防空能力等は、最低限の並走しか装備しておらず、基本的に随伴する他の護衛艦に、そうした部分は任せているため、かなり意外な対応にも感じられる。海上自衛隊でも、今回の遼寧の追尾、監視任務に、出雲が当たっていたことは公表していたが、こうした行動に、同艦が単独で従事していたことは、前述の並走面を考慮しても、少なからぬ驚きを関係各所に与えたように思う。そんな県の護衛艦、出雲、だが、2021年10月には、四国の沖合の海上で、山口県の岩国、基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを成功させており、予定されている航空母艦化改修へと踏み出している。この時の様子を、海上自衛隊では、約2分強の動画として、ツイッター上に投稿しており、耐熱加工の施された飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が舞い降りる姿や短距離制動によって離陸していく様子を確認することが可能である。
今年2022年度の防衛予算案は、今回の遼寧が青島港に寄港する前日の12月24日に閣議で承認され、その総額5兆4000億円に及ぶ過去最高の予算額のうち、出雲、片護衛艦の改修費用としては、約61億円を含んでいることが確認された。これは、2021年の夏の時点では、実は約67億円と試算されていたものだが、今回の2022年度予算案の承認にあたっては、およそ 9% に相当する6億円を予定よりも削減できており、貴重な予算を自助努力で節約したものらしい。さて、2022年度予算案の61億円の中身であるが、まず、約36億円分が、護衛艦、出雲、への全天候型着艦システムの調達に充当されるが、これは、アメリカ海軍と同国レイセオン社が、共同で開発を行っている、自衛パルスと呼ばれるものである。自衛パルスとは、ジョイントプレシションアプローチ&ランディングシステムの頭文字のことで、GPS 信号と管制広報装置を用いて、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型等の航空機を、いかなる気象条件下でも運用可能とするものだ。逆に、言えば、2021年10月に、このシステムが備わっていない状況下でも、護衛艦、出雲、へアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が、着艦を成功させていることは、好転下であれば、すでに、その運用が可能だと示したとも言えるだろう。ちなみに、護衛艦、加賀、用の、この、自衛パルスは、2022年度の予算案には組み込まれておらず、こちらは、別途2023年以降の予算での取得となる見込みであり、航空母艦化改修の進捗と、段階に合わせて、個別に行われることになる予定だ。次に、2022年度予算案に盛り込まれているのは、約12億円のアメリカ軍の協力に対して支払われる経費であり、自ら、F-35 ライトニング 2B 型の入手途上にある日本が、前述のように、アメリカ海兵隊の同期の支援等を仰ぐことに充当される。ついで、2022年度予算案には、約13億円の護衛艦、加賀、に向けた工事経費が含まれており、これは、運用する航空機の離着陸を完成する、環境内の視認性を向上させるためのもので、詳細については、今後明かされるものと考えられる。現在までのところ、護衛艦、出雲の航空母艦化改修の終了は、2026年度中、一方の、加賀は、2027年度中までが目標とされており、両社とも、もともと、5年に一度が予定されていた大規模点検に合わせるスケジュールで進められている。しかし、固定翼、機の運用を、戦後初めて行うこととなる海上自衛隊では、特に、艦内の区画を、合理的な配置に改めるには、詳細な検討が不可欠との判断を下しており、先行して、F-35 ライトニング 2B 型の運用を行う、アメリカ軍等からの情報収集を継続する見込みだ。最も肝心な F-35 ライトニング 2B 型の機体そのものの調達については、2020年度予算で、6機を約793億円、つまり1機あたり約132億円で、2024年度内に、最初の機体を受け入れる予定で進行しており、以後も、年度ごとの調達が続く。2021年度は、約259億円で、2機、1機あたり約130億円、2022年度は、約510億円で、4機、一機あたり約128億円と若干ずつではあるものの、イニシャルコストも低減が図られており、総数では
42機の調達を目指している。もともと、日本が、出雲、潟子栄冠を航空母艦化し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機をしようとしているのは、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用に、航空戦力の選択肢を増加させる目的が大きいのだろう。ただし、最短でのこれらの準備にも、現在からは、まだ、4から5年先になる見込みであり、その将来までに、いわゆる第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2の持つ能力が、優位性を保持し続けているのか、若干の不安を感じないこともない。すでに、中国は、国産の第5世代戦闘機、J-20 について、課題だと指摘されてきた、機関部の生産を軌道に乗せ、2021年中に150機以上とも言われる配備を行うのと並行して、さらなる増産体制に入ったとも報じられているからだ。お決まりの軍事力ランキングが発表されました。今回は、このグローバルファイアパワー2022年軍事力ランキングを詳しく見ていきますね。日本の自衛隊装備も、国を挙げて強化しています。日本は、四方の国から、脅威が増しています。敵基地攻撃能力の議論で、政府が閣議決定したようです。重い腰がようやくといったところです。反対の意見は的外れですからね。恒例となっている、軍事分析会社のグローバルファイアパワー、グローバルファイアパワーが発表した、2022年版の軍事力ランキングによると、ベスト10に変動はなく、日本の自衛隊は第5位にランキングされている。グローバルファイアパワーのランキングの根拠は、各国の兵力、兵数、装備だけでなく、財政力や兵単力なども数値化し、地政学上の要素など、50項目以上の要因をもとに算出した、軍事力指数、パワー、インデックスであるが、その算出法には、賛否両論があるものの目安の一つとして、参考にする軍事評論家が多い。そのグローバルファイアパワーによる2022年の軍事力上位10カ国を見てみると、第1位はダントツでアメリカ合衆国である。国防予算約7700億ドルは2位以下を大きく引き離しており、陸、海、空のどの装備もバランスよく群を抜いているが、やはり特筆すべきは11隻の超大型原子力空母の保有であろう。2位は、ウクライナ問題を起こすロシアで、ソ連が崩壊した後は、そのウクライナなどのロシア周囲の衛星国が分離独立したため、軍事規模は縮小していたが、伝統的な陸軍国として、戦車や装甲車両、自走砲、榴弾砲、多連装ロケット砲などの火砲の数と質は世界一と言っても過言ではない。もし、ロシアが、本気で、ウクライナ侵攻を企てたなら、2日で首都キエフは陥落するとの見立てもあり、
アメリカ軍を含む NATO 軍が駆けつける暇もないだろうとする声は多い。これらかつての東西冷戦においてその中心であった2カ国に続くのは、近年経済力を後ろ盾に軍事力の増強著しい中国で、国防予算は2500億ドルを超えてアメリカに次ぐ世界2位である。これまではとにかく旧式の兵器であっても数で勝負をしていた陸、海、空3軍の装備の近代化が進められ、特にジェット戦闘機は第5世代のステルス戦闘機として J20 を国内で開発し量産して実戦部隊への配備を始めているほどである。また軍事力によって南シナ海への海洋進出を推し進めようと海軍の増強にも注力しており、ウクライナからスクラップ同然の状態で購入したアドミラルクズネツォフ級航空母艦バリャングを改修して、遼寧満載排水量6万7500トンとして収益させただけでなく、それを参考に国内で設計製造した3度溜まり排水量7万トンの2隻を保有したほか、3番艦の建設も進められていて、いずれは原子力空母を保有するのではないかと見られている。さらに原子力潜水艦の建造も進めており、通常動力潜水艦も合わせた潜水艦保有数においてアメリカ、ロシアを抜いて世界第1位となったほか、もちろん陸、海、空どれを見てもそれぞれの兵器装備の保有数は総兵力も含めて飛び抜けているのである。グローバルファイアパワーのランキングではこのトップ3カ国が突出しており、特に中国の大幅な伸びに追従できる国はなく、このままで這いずれアメリカ、ロシアと肩を並べるどころか追い越すであろうと見られているのである。このビッグ3に続く第4位の国はやはり近年軍事力強化に力を入れているインドで、国防予算は約496億ドルと日本約474億ドルと大差ないが、総兵力513万人陸上装備の数では中国と肩を並べている。近年は海軍力の増強に注力していて、ロシア海軍の重航空巡洋艦アドミラルゴルシコフを購入してスキージャンプ方式で発艦させる短距離離陸高速着艦ストバー方式の航空母艦として、大改装を実施したビクラマーディティア満載排水量約4万6千トンを運用しているほか、国産空母2隻ビクランとビシャルの建造を進めている。そしてここ数年は第5位の座をキープしている日本の自衛隊であるが、近年では6位の韓国が防衛予算を増額させているため、もしかすると並ばれるか、あるいは抜かれる可能性があるとの指摘が出ている。そしてインターネット上ではグローバルファイアパワーの調査によって公表された自衛隊のデータを見て、その信憑性について疑問符がつくとして物議を醸している。今回発表されたグローバルファイアパワーによる自衛隊のデータでは、国防予算474億ドルで総兵力30万人とされているのであるが、2020年3月末時点の自衛隊員数は自衛官24万7154人であるとの指摘がある。ただ他国軍で予備役にあたる予備自衛官が4万7900人登録されており、この数字を足せばほぼ合っており、グローバルファイアパワーが掲げる各国の総兵力は現役足す予備役足す準軍事組織であるとの指摘が出ている。陸上の兵器については、戦車1004両、装甲車両5500両、自走砲214両、榴弾砲480門、多連装ロケット砲99両とされているが、2021年における国際戦略研究所 ISS が公表している自衛隊の戦車保有数は677両とされている。しかしながら、近年、陸上自衛隊では旧式戦車の退役が進んでおり、一説では純粋な戦車は400両程度とも言われているのである。
この戦車のことについても、グローバルファイアパワーでは、主力戦車以外に、軽戦車や駆逐戦車なども含まれるほか、キャタピラー機動化タイヤ装輪化の区別もされていないとされ、装輪装甲車である16式機動戦闘車などが戦車としてカウントされている可能性があると指摘されている。海上自衛隊の護衛艦と潜水艦については、空母0隻、ヘリ空母、強襲揚陸艦4隻、巡洋艦、駆逐艦36隻、フリゲート4隻、コルベット6隻、潜水艦21隻、オフショア巡視船6隻、掃海艦22隻とされており、ほぼ現状に即しているが、オフショア巡視船とは、他国においては、沿岸警備隊など海軍に準ずる組織の艦艇を指しており、日本の海上保安庁は、警察組織であるので、自衛隊が保有するとされる6隻が、どの艦種を指しているのかは、不明である。そして、最も議論を呼んでいるのが、航空機数のデータで、戦闘機217機、攻撃機23機、トレーナー425機、特殊任務機164機、輸送機59機、空中給油機7機、ヘリコプター554機、攻撃ヘリ119機とされていることに対して、戦闘機、攻撃機、トレーナー機の数がおかしいとする指摘が上がっている。2021年8月時点で、航空自衛隊が保有する戦闘機は、F-15J、JD、F-2、F-35A 合計で273機であり、グローバルファイアパワーのデータは、総数も、戦闘機と攻撃機の内訳もおかしいとする指摘がある。ちなみに、ランキングでは、日本の次の第6位が、韓国、第7位フランス、第8位イギリス、第9位パキスタン、第10位ブラジルと続いていている。グローバルファイアパワーの軍事力ランキングについては、兵器の質に関係なく、数字のみの参考程度にしかならず、さらには、弾道ミサイルなどについては、評価項目に入れられていないことからも、ランキングに意味はないとして、これを見て一喜一憂する必要はないと、指摘する声が多い。早速ですが、今回は、力を入れて、開発を急いでいるレールガン開発は、どこまで来ているのか、詳しく見ていきますね。SF のような話ですが、実際に近い未来の話です。2022年が明けてから、北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているが、その脅威への対抗手段として、2022年度防衛予算に研究開発費が計上されたレールガンについて、1月12日に放送された BS 日テレの真相ニュースで、
小野寺逸則元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が出演して語った内容から、その実力と可能性、そして今後の課題などについて語っている。最近話題に上ることの多いレールガンだが、どのようなものであるか一口に言うと、火薬を使用せず、2本の通電性の良いレールに高電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させて、レールに乗せた弾体を射出する電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指している。試験試作段階で、200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上では、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて、低コストかつ連射が可能であるとされ、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能とされている、兵器とされている。防衛省が、これまでに試作したレールガンの発射試験では、発射初速は 2300m/秒 で、約マッハ6の初速が観測されたが、戦車砲の発射初速1700から1800m/s を上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで、開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として、期待を寄せており、2022年の防衛予算において、65億円の研究開発費を計上している。真相ニュースの中で、キャスターからの、レールガンを開発するメリットとは?との質問に対して、小原上席研究員は、弾体を、非常に高速で遠い目標に到達させることができるものであると考えていて、ミサイルなどに対しても、弾体が到達するまでの時間が短く、連射が可能と聞いているとして、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾体に火薬を入れて爆発させずとも、高速による破壊力が期待できると語った。そして、キャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか?との質問には、アメリカが10年間開発を続けてきて、うまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置の開発が難しかったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが、その理由であろうと指摘した。また、現状において、艦載が可能な艦艇として、統合電源システム、IPS を持つ、ズムボルト級駆逐艦を挙げ、IPS が、大きな電力を、必要な箇所に、集中的に配電できるシステムであることから、レールガンの発射は可能であるとしながらも、発射に高電力を要することで、他の電子装置が使用できなくなるために、艦載は難しいとした上で、日本では、このような電源システム関連の研究が進んでいて、技術の優位性があるとした。次に、小野寺元防衛省が、現在では、発射されたミサイルを撃ち落とすのに、非常に高価なミサイルを使用する現状に対して、低コストで、連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に、初めて防衛省に就任した時から、レールガンについては周知していたとして、多額の費用がかかる、ミサイル防衛システムに代わる、次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出したことを明かし、2017年に2度目の防衛省に就任した際には、試作機が製作過程にあって、その段階において、かなりの性能を持つことを感じていたと語った。そして、さらに、小野寺元防衛省は、現在、自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長との立場から、レールガンの性能向上のために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来するミサイルと撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な装備の一つとの認識を示した。さらに、番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的な軌道を見せるとされる、
極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効か。そして、今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて、両氏に質問が飛ぶ。電源問題については、小原研究員も、実用化への一番大きな問題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ、蓄電池などの装備が必要となり、その場合は、放電した後の蓄電に時間がかかり、連射ができないことを指摘した。しかし、電源システムや蓄電池の技術において、日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったなら、電源システムでその優位性を生かすべきと述べた。また、極超音速ミサイルの変速軌道への対応については、小野寺元防衛相が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3、ペトリオットなどの現在のシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて当てるということだけの発想に関わらず、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究すべきで、それはまだ始まったばかりだと述べている。また、小原研究員は、極超音速ミサイルについて、速度が上がるほど、その運動性が低下することを指摘し、高度を下げると、空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度で、目標に近づいて高度が下がれば、最後にはまっすぐ落ちてくると指摘し、その際に、レールガンの連射で迎撃ができれば、超音速でも、撃墜は可能とした。レールガンの開発は、1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのは、ここ10年ほどのことで、実現性を疑う声もある。ただ、小野寺元防衛相は、在任中に、防衛省幹部が、レールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく追間攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は、高いとしている。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までにテストを終えて実用化に進むかどうかを注目したいと述べた。小原研究員は、2028年までに開発を終わらせることはかなりの速度であり、日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで、抑止力を高めることにつながり、さらに、日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、中国がこれまで主体性がないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語った。そして、日本がこの先、革新的な技術さらに高めて、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになれば、日本に手出しすることを躊躇するようになり、強いては、戦争を起こさないことに、つながるとして、小原研究員は、日本の技術を生かした、新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきと結んだ。
日本の現在軍事的に置かれている状況は決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた手をこまぬいているわけではなく、新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回はもっか身型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきはその運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦種の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、も、が身型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、も、神は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に、偽装が終了して収益する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対潜、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊がフリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備されたクス型護衛艦が除籍となった1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。もっか身型は基準排水量3900トン。満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、喫水 9.0M のコンパクトな艦体に、燃費の良いコダグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、その建造費は、1隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと接地機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは近年諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして軍艦マニアなどの間では評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに艦体全体がレーダー反射断面積 RCS の低減を意識したステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦体と上部構造には傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いている。また上甲板における配置はこれまでの護衛艦と比べてかなりの変更が見られ、これまでは全甲板に設置されていた東洋病関連の機器、偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には62口径5インチ砲1門 RWS 遠隔操作式無人重火 12.7mm 機関銃2機 G ラム近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射管2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。も
神型の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には、対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊が、そのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。も、神型には、対機雷戦ソナーシステム、OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機、USV と、機雷捜索用無人機、UUV の運用が可能とされ、USV は、UUV や護衛艦との間で、情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海具の曳航なども行う。UUV は、自立型水中高層磁気機雷探知機 OZZ5 で、自立で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、防衛化が進められていて、標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、も、神型の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備するベースラインを設定しておいて、その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、も、神型では、小人員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、小人員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、神型には、女性専用区画を設けている。も、神型護衛艦は、現在、1番艦、も、神、2番艦、熊野、3番艦、の城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。この、クルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊野方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムや、インディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、
乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、省人化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、が見方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、が見方 FFM の運用に、注目が集まっている。中国やロシアの領空侵犯や領海侵犯に対してスクランブルが多発しています。そんな中、この2国の艦隊が津軽海峡を通り太平洋に出て九州から東シナ海へ抜けたという報道がありました。つまり、この2国艦隊は日本一周を行ったわけです。挑発行為ですよ。それに対する日本の対応です。政府は、やっと重い腰を上げたようで、ミサイル部隊を南西諸島4島に配備すると決定しました。新しい部隊を編成するとなれば、人員はもとより、艦艇や航空機などの兵器も新しく必要になります。今回は、南西諸島にミサイル部隊を配備、尖閣のミサイル防衛も、決定について詳しく見ていきますね。尖閣諸島へ向け迎撃用ミサイルを新設しているようです。なかなか遅い気がするけど、沖縄県知事は理解していないでしょう。日本の防衛費は、今まで、GDP、国民総生産、1% 以内というのが基準でした。しかし、こうなっては、その基準を守っていては新部隊は、作れません。2021年度補正予算に7738億円という巨額が計上されました。陸上自衛隊は、尖閣諸島、台湾近辺で、従来以上に、あからさまな挑発を繰り返す中国の動きを警戒するため、南西諸島防衛に力を注ぎ、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島などにミサイル部隊を配備しています。これらの島々には、移動可能な射程百数十キロメートルという、一二式地対艦誘導弾部隊の配備を進めているようです。そして、中国が虎視眈々と狙っている台湾も無視できません。
日本の中で最も台湾に近い与那国島に沿岸監視部隊がすでに配置されているのですが、追加として電子戦部隊が配備されます。結果的に西南諸島には陸自、海自、空自合わせて9000人以上が配置され、今後はさらに増強される予定とみられています。そして11月からは南西諸島を含めた日本各地で自衛隊とアメリカ軍による統合演習が行われます。このような動きに対して沖縄タイムスは批判的な記事を発信しています。それに対してネット上では沖縄の新聞なのに現状認識が足りないのではないかという意見が上がっているようです。また崎森の肖像自衛隊沖縄愛中50年というコラムの中で、陸自が共犯の記述を変更、日米作戦は国内有事に限定せず、指揮者の意見は海外での戦争示唆という記事も掲載しています。ちなみに沖縄タイムスは1948年昭和23年に創刊された沖縄の地方紙です。終戦感もないアメリカ軍兵が肩で風を切って街を歩いていた時代にスタートしたんですね。それを考えてみると戦争の可能性に対して強い不安を表明する社風も理解する必要があると思います。陸上自衛隊の共犯野外令は2017年改定の際に日本アメリカ共同作戦において今までは我が国への侵略を排除するためとなっていた文言が我が国の平和と安全を維持するためと変更されました。コラムの中ではこれに言及し、自衛隊とアメリカの共同作戦は日本の有事にのみ限定してはいないという指摘があったそうです。これによって自衛隊が海外で戦争を行うことになるのではないかという懸念を表明したというわけです。そういった懸念は湾岸戦争の時にも多く表明されましたね。自衛隊が日本以外の場所で戦闘行為に参加する可能性は存立危機事態として2015年平成27年9月成立した日米安保関連法に規定されています。2017年の野外令改定は2015年のこの法案で規定された存外危機事態の規定に従ったものなので、いつの間にか改定されたものではないようですね。ここ最近、南西諸島の自衛隊を増強している理由は、野外令にある存立危機事態が想定される台湾有事に備えてのことでしょう。台湾とは、そう遠くない日本領尖閣諸島の防衛と南西諸島防衛は必要不可欠です。それは、現在の中国の軍事拡張路線を考えれば明白でしょう。また、記事の中には、アメリカ海兵隊は地対艦ミサイルを持っていないので、海兵隊には自分の基地を守る手段がないから、同盟国である日本に頼ってくるだろうと、分析、日本防衛のための装備が、アメリカ軍の軍事的優位に貢献するという別の面を持ちつつあると、まとめています。と言っても、現在のアメリカ海兵隊は、今までの方針を変更し、前方展開前基地作戦戦術を進めています。島嶼などへ、ミサイル部隊やロケット部隊を緊急展開させて防衛させるべく、小型で、移動式の地対艦ミサイルの開発を急いでおり、間もなく配備されると考えられています。今回の統合演習でも、その事態を想定して訓練が行われています。要するにアメリカの海兵隊は陸自のサポートなしでも自軍の基地くらいは十分守れるのです。軍事大国アメリカですから、そりゃそうですよね。他国に頼るなんてアメリカの矜持が許さないと思います。実は、沖縄タイムスの記事の勘違いは、もう一つあるのです。
第一列島線についての認識です。記事によると、自衛隊が与那国島から奄美大島までの琉球湖の島々に展開する南西シフトは、中国が太平洋に進出することを日本、アメリカで防ぐ第一列島線と位置づけられているというのですが、これはとんでもない間違いです。第一列島線とは、中国が勝手に打ち出した戦力展開の目標ラインで、アメリカが第一列島線と名付けたというだけです。日本は何も関わってはいません。中国は、九州から奄美、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至る範囲を、中国海軍、及び中国空軍の作戦区域と設定し、その内側に、アメリカ軍を侵入させないというラインを引きました。つまりは、中国の対アメリカ国防ラインということです。言うまでもなく、奄美大島も沖縄も日本領です。中国は、勝手に、日本の領土を線引きしたわけです。九段線を連想させますね。この事実をきちんと認識してもらいたいものです。沖縄を中心とした南西諸島を、中国は、自分の支配下に置こうとしているわけですから、当該地に自衛隊が配備されるのは、至極当然のことです。そして、日米安保条約に基づいて、アメリカ軍が、共同作戦の一翼を担うのも、至極当然のことでしょう。個人的にはいざという時、アメリカがどこまで頼りになるのか、心配な点もありますが、南西諸島、沖縄を含むに、アメリカの軍事基地がありますが、最近は、沖縄が中国に狙われているから、アメリカ軍基地を撤去できない。という理由が強く押し出されるようになりました。太平洋戦争以来70年の因縁がある台湾を中国はいよいよ本気で屈服させようとしているようです。パイナップルの輸入禁止、コロナワクチンの提供を申し出るなど、明らかに自国に従わせようという動きが増えています。中国が台湾に侵攻を始めたら、ついでに尖閣諸島だけではなく南西諸島、もしくは先島諸島から沖縄本島までの空港のある島々にも侵攻してくる可能性は高いと思われます。万が一、そうなった時にアメリカ軍や自衛隊が南西諸島から撤退していたとしたら、中国軍は喜んで進駐してくるでしょう。中国か日本かの間で挙手を選択させられることが長かった沖縄ですが、再び中国に編入されてしまうと危惧する意見も多いのです。戦争が起きないことが一番いいことです。金と人口に物を言わせて軍備拡張を続けている中国にしたって、本心は戦わずに済めば、日本が屈服し台湾が支配下に入れば万々歳なはずです。戦争になったら、人的被害は言うまでもなく、環境被害もありますし、世界的な批判も黙殺できないでしょう。だからこそ、気な臭い日中関係を上手に、互いの顔を潰さずに、妥協点を見つけられる手腕を持つ政治家の登場を期待したいところですね。